おはようございます。特価塾の久保です。森山国対委員長が安倍前総理の国会質問承認喚問招致に馴染まないみたいなね、妙なこと言ってますね。何が馴染まないんだって感じですけども、要するに安倍総理を追及しないでくれってことで、これ自民党内でなんかね、守り合っちゃってるわけですよね。もう仕方がないですね。同じ穴のむじ屋ですから。で、この自民党っていうこの巨悪政党と言ってもいいと思いますけども、この嘘つき安倍つき安倍晋三超嘘つき総理大臣、まあ、まさにね、トランプ大統領もハッタリをかますことが多いんですけども、でもね、足元の安倍総理がここまでね、恥知らずの嘘つきだと思うと、いやーなんかね、恥ずかしい思いがしますね。でしかもこの嘘つきで嘘を塗り固めて途中ね、死人まで出ているのに、戦後最長政権ということでね、もう胸を張っているというね、これその空虚なインチキぶりにほとほと嫌気がさす話ですけども、やっぱりそうは思っていても、私の考えっていうのは多分少数派なんでしょう。民主主義の原則でいうと、多数の方が自民党、そして安倍、晋三というね、人を総理に推薦したわけですから、これが民主主義の原則であり、日本人の大半はお金や生活に困ってるわけではなくって、それこそ切り詰めて暮らしていかないといけない方っていうのはたったね、一部であり、取るに足りない少数派だというふうに多くの方が思ってるんではないかなというふうに感じざるを得ないわけですよね。私が特別定額給付金ですか、この件のお話をしても、まあ再生数がね、お笑いの YouTuber さんに全然かなわないとかね、それとか新生活保護ですか、生活困窮者の方の立場を良くするために放送しても、結局ね、それを潰すような意見が同じ国民から出てきたりとかして、やっぱりその豊かじゃない人に対して非常に冷たい世の中だなと思いました。でこれね、特に私が嫌な思いをしたからっていうわけじゃないんですけども、私がこういうことを発信するとね、当事者たる生活保護を受けてらっしゃる方とか、それから切り詰めてやってらっしゃってね、特別定額給付金を今にも欲しい今にも欲しいと思われてる方が、久保さんは何も分かってないと、あなたみたいな人が勝手なこと言うから腹が立つとかね、こういうコメントも寄せられるんですよ。ということは、私が生活保護の方を支援しようと思ったり、特別定額給付金を望んでる方の窮状をね、 YouTube で訴えることをやめろっていうことなのかなと思ってるわけですよ。ということでね、別に応援してくれとは言わないんですけども、せっかくね、意欲ある方が仮にこれから出てくるとしても、そういうふうに同じ立場じゃない人を排除するような気持ちが、まあ、ある限りね、少数派の方にある限り、これはずっとその位置に固定されちゃうんじゃないかなと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うと、今日明日の本当にお金がね、ないって言ってる方、これぶっちゃけ日本国民の全体の中からね、半数いるわけではないと思うんですよ。本当に一部といえば一部なんですよね。でもそういう一部の方のことがほっとけないという人が、自分の生活には余裕があるから、その余裕な時間で、そういったね、生活困窮の方の支援をしたいっていうふうに思ってくださってるのに、その人に攻撃しかけてやめさせちゃったら、じゃあどうするんですかってことなんですよ。でここでね、民主主義の原則をもう一回思い出してみたいんですけども、民主主義っていうのは少数派が多数派に変わっていく過程のことを言うんですよね。だから最初は、もしかしたらね、生活保護の方とかっていうのは全体から見ると少ないですよ。生活保護で暮らしている方っていうのは一部だし、生活困窮の方とか一人親世帯っていうのは全体から見ると一部なんですよ。でも一部の方が困ってるよって声に耳を傾ける人が、生活の、そうですね、所得の水準の、まあ、中盤から情報の方にね、何て言ったらいいのかな、上級の方にいるとして、生活水準が高い方がいるとして、その方たちがね、自分たちは豊かだけどこういう人もほっとけないよねってことで支援の手を差し伸べようとしているところに噛みついてしまったら、そういう人がね、なんか仲間になってくれないわけなんですよ。でそれでいいのかなと思っちゃうんですよね。まあ、ですんで、困ってるんだよって声を上げる方、それは本当にね、スタートはそこなんですよ。でそこに対して同じ立場の人の意見しか求めないってことになっちゃうと、同じ立場の人って少なかったらどうするんですかってことなんですよ。で、なんですかね、官邸にメールをするとかね、事務所に電話するみたいなこともまだまだ少数派なんですよ。だから今ね、生活に困ってない方に対してもちょっと協力してよって呼びかけていかないといけないと思うんですよね。もちろん呼びかけなくてもいいんですけども、呼びかけないまでも
せっかく行動してる人に水をぶっかけてね、そういうふうな人が辞めてしまうとか、影響力のある人が、あ、だったらもう自分のことやるよと、もう生活に困ってる方は自分たちでやったらみたいなことになっちゃったら、これこそね、なんか絶望だと思うんですよね。だから数多くいるわけではないと思います、たった一部の方ですけども、せっかく YouTube をはじめいろんな方法で支援をしようとしている方に、そのやる気をなくすようなね、攻撃をするとかっていうのはあんまりいいことじゃないと思うんですよね、うん、でもちろんこの権力者っていうのは上級国民ですから、こういうところには精一杯食らいついていきましょう、みんなでね、みんなで食らいついていきましょう。でもそこでいいじゃないですか、それで なぜかね、例えば私に対してもなんか偉い攻撃があるのは何なんですかね。でも私がその余裕なところからお情けでやってると思って腹が立つんですかね。私は単純に目の前に困ってる人がいるから何かできないかなと思ったんでやってみただけなんですけども、それが気に食わないとなるとね、じゃあ私が辞めて、じゃあね、自分たちだけでやったらみたいなことになっちゃうんですよ。だから私はそういうふうなね、すぐにへこんだりとかしないんで平気ですけども、他の例えば YouTuber さんが YouTube でいろんな応援をするぞっていう時に、その人にね、たった一つのコメントでやる気をなくさせて仲間を減らして、それで何の解決にもなんないと思うんですけどね、ということでございます。まあ、全く馴染まないっていうのはそういうことを言うんじゃないかなと、やっぱり協力していかないとねと思うんですよ、で権力者の方っていうのは自民党みたいに協力するでしょ、すぐに。で私たちは同じ立場の人同士でも争ってるんですよ、だからそこじゃないですかね、決定的な違いっていうのは。とりあえずは自分と違う考えの方でも同じ方向を向いてるんだったら肩組み合って一緒に行きましょうっていうことをね、私は思うんですけどもね、皆さんいかがですかね。では失礼します。